株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大、4年目のミッションをクリアした。これはデモ音声です。ソフトバンクのリチャード内野手22が12日の日本ハム戦札幌で価値ある先制打を放ち、5対0の勝利に貢献。これはデモ音声です。沖縄尚学の先輩である東浜直投手31に5試合ぶりの勝利をもたらした。これはデモ音声です。スタメン最年少のロマンホーが大仕事をした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。2回だ。株式会社 AI によるデモ音声です。レスパイネのサジェンダ、栗原の死球で無視1、2塁とし、続く中村晃がきっちりビダを決めてリチャードにお膳立て。株式会社 AI が提供するデモ音声です。中村晃さんがバントの構えをした時から集中力を高めていた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。一死に三塁から三塁線を破る敵地二塁だ。株式会社 AI によるデモ音声です。いい集中力でカーブにうまく反応して捉えることができた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。先輩方が作ったチャンスを生かすことができてよかったと、試合の主導権を握る先制打に興奮気味だった。株式会社 AI によるデモ音声です。燃えるものがあった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今季前半戦、まだファーム暮らしだった22歳はこんな青写真を描いていた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。東浜巨さんの後ろを守って僕が打って援護する。株式会社 AI が提供するデモ音声です。早く一軍に上がって今年はそれを実現したい。これはデモ音声です。最初の打席で放った援護射撃は先輩の背中を押した。株式会社 AI によるデモ音声です。東浜は7回5安打無失点の好投。株式会社 AI によるデモ音声です。最速153キロのまっすぐはキレがあり、勝負級のシンカーも冴えた。株式会社 AI によるデモ音声です。2回に西満塁のピンチを招いた以外は危なげない投球だった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。僕が投げた試合で結構打点を取っている。これはデモ音声です。それがあるだけにより一層悔しかった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。リチャードは東浜の登板試合3戦連続の打点をマーク。株式会社 AI が提供するデモ音声です。後輩の活躍にうまく乗せてもらったと、リチャードのバットが生み出したリードを守り抜いて1ヶ月ぶりの4勝目を手にした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。この日首位オリックスがロッテと引き分けたため、チームは9試合を残しての V1 が決まった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。悲しい区切りを迎えたが、鷹の希望であるリチャードにとっては4年目の目標を一つクリアした。